皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今夜もやってまいりました、ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドレトロ。前回の、ね、続きから早速プレイしていきたいと思います。さてと、アイテムなるべく持って帰りたい。何があるかな。お金か。お金もありがたいね。お金あればお肉とか買えるしね。魔物の餌か。で、こっちも魔物の餌かな。魔物の餌、できれば燻製肉か骨付き肉が欲しい。アイテムいっぱい落ちてる。6個もあるぞここ。アイテム、アイテム、あと新しい敵出てくるかな。広いな。新しい敵どうかな。あー、コドラ、ドラゴン系か。あ、これ絶対配合に使うやつじゃないか。お、ナイス回収の一撃。あ、ありがたい。仲間にしましょうね。コドラのコド、ほとんどオスばっかりだな。牧場に向かわせて。いや、いいね、ドラゴン系が仲間になるのは。一応今使えるのって言ったらメンバーに連れてるねドラゴンぐらいしかいないんだけど、いや、よかったね、ちょうどいいよ。あー、ゴースト、ゴーストも欲しいね。結構メンバー増えてきたからな、配合もちょっと楽しいことになるかもしれないね。育成してモンスター同士を配合して、ただ配合すると親のモンスターはどっかにいなくなっちゃうから、慎重にね配合メンバーを決めないといけないところとなっております。お、こんなところにアイテムが2つ。ちょっと一周ぐるっと回ってくるか。お、レミラーマソーだ。確かレミラーマソーってアイテムがどれぐらいあるかとか調べられたやつだったかな。任天堂スイッチ版になると左上のところに表示されるから、このマップに何個アイテムがあるのかがよくわかるんだよね。わかりやすい。軍隊アリもいるのか。ちょっとまた後日ここら辺に新しいモンスターをスカウトに来ないといけないな。いや、スラボもだいぶ強くなったね。あとここに何がいるんだろうな。多分ここの奥まで行って敵を倒せば多分次のランクに挑戦できるかな。今の感じでも多分挑戦できそうだけどな。わあ、でもどうしよう、もしも次敵が仲間になったら誰を預けるべきかな。ただ回復系はホイミがいてくれるけど、そうなるとうちのスラボーを預けることになるんだろう。悩む。スライム系は1匹でも入れてあげたいんだよな。今2匹いるからな。攻撃力がスラボーより強かったら新メンバースラボーのとこに加入しようかな。お、スラボーレベルアップ、レベル8。おー、すごいね、 HP の上がり方がね、すごいよね。攻撃力、守備力も、あ、いい感じ。キラ、おお、やったね。ホイミンもレベルアップ。ホイミン結構あれだね、平均的に上がってるね。そこまで一気に上がってる感じではないけども地味に上がってるね。さてと、お金もいただいて、ここフィールド5つもあるんだね。さっきのところよりも若干深い階層だね。すごい、スラボ80までいってんだね、 HP。 あとはドラゴンがレベル上がればいいんだけど、ただドラゴンレベル上がるために経験値結構必要だからな。魔物の餌、わー、燻製肉か干し肉手に入らんかな。このままボスのとこ行っちゃうとちょっとアイテムが不足してるから仲間になりづらいかもしれんな。そうなると引き返したりとかして調整した方がいいかもしれんね。
お金がさまだ乏しいから、あらアイテムいっぱいか、薬草がいっぱいになってきたか、ちょっと使っちゃいましょうか。さすがにお肉とかないとメンバー加入の確率も低そうだね。あとどうだろうアイテムいっぱい肉が欲しいな、お肉。ちょっとドランに回復させとこうかな。あと1個なんだろうな、アイテム、お肉が欲しい。葉っぱ、何の葉っぱだろう。薬草か、ちょっとなんかレミナントか、そうちょっと使ってみようかな。いらないもんな、これ。あたりの様子が全てわかる。あ、ミニマップを表示させるやつかな。ちょっとアイテムいらないからこれこっちにして。いや今回は魔物の餌ばっかりだけど、どうだろう。あー、マドハンド、マドハンドも仲間に欲しいね。マドハンド敵にいるとな、他のマドハンドとか呼んできて結構厄介なイメージあるんだけど。お、仲間呼ばないか、これなら倒せそうだ。一撃強っ、一撃となっております。さあどうかな、お肉手に入るかな。あとなんか強そうなさ、あのモンスターマスターみたいなやつがいるんじゃないかな、この階層にも。あ、お肉お肉、マンボロレイさん、なんかショボチーノしか手に入らないな。お、ドランのヒノイキ、地味に効いてるね。普通に攻撃した方が強いね、ドラン、さすが。どれどれ、アイテムはここあと3つあるな。あ、肉だ肉、魔物の餌また魔物の餌だ、魔物の餌ばっかりだな。確率低いよね、魔物の餌は。何よりいいかな。あと2つ、肉が欲しい。できれば骨付き肉、または燻製肉。結構ここ広いな。お、スラボンもギラを唱えてる。ボス行く前にちょっとドラゴンレベル上がらんだろうかね。アイテム葉っぱ、薬草か、ちょっと薬草使おう。ほっ、ここら辺にアイテムか、肉、あのお肉で終わりだね。さあいい肉だといいな。今回のこの場所はちょっと若干しょぼちいお肉しか手に入らんから、どうだろう。もうちょっとでレベル上がるかな。ドラン、あ、32だからあと2回ぐらい戦えばレベル上がるかも。マブラエさんまー高い。さっきの上の方の祠の方がいいアイテム手に入ったな。薬草
次のフィールドで終わりだな。ここら辺にマスターがいるかな。マスターも倒したい。あー、キメラ、お金、マスター倒して経験値欲しいな。さあ、マドハントとゴースト、あともうちょっと、あ、お肉、魔物の餌、魔物の餌多いな。なんかスラボーがあれだよね、ギラを覚えるようになったから結構、あ、メスだ、軍隊アリメス仲間にします。よかったね、軍隊アリの軍ちゃん、軍ちゃんを預ける。いや、よかったね、新しい魔物ゲット。ちょっと薬草を使うか。キメラの翼持って帰ろう。で、あとアイテム2つ落ちてる。肉、きたきた。あー、燻製肉、やったね。燻製肉だとちょっと捨てるか、薬草。いやー、やりましたね、1個いいの手に入りましたね。で、この下は、あれ、モンスターマスターみたいなやついないね。じゃあ、あとボスだけか。さあ、行ってみようか。あと敵2匹ぐらい倒すと多分レベルが上がると思うんだけど、ボス行く前にドラゴンのレベルを上げといた方がいいかもしれんな。あ、ナイス回復。お、あ、よかった、ドランレベルアップ、レベル7。HP ちょいちょい上がってるね、ちょろちょろ。攻撃力がいいね、10。あ、よかったね、これでだいぶ強くなって挑戦できるんじゃないか。ちょっと薬草って今いっぱいだと思うんだけど、1個使ってもいいかな。みんな HP 最大かな。薬草いっぱいで、あ、ドラに使える、ドラに使っとこう。で、さらに回収して、よし、行くぞ。あー、ゴーレムだ。あ、ワタボー、ちょっとやめて、ワタボー、やられろ、ワタボー、私のゴーレム。あ、ナイスナイスナイスよかったね、やった、ゴーレムだ。絶対うちのスラボーよりも強そうだな。うちのスラボー36だからの攻撃力、多分ドラゴンといい勝負するんじゃないかな。よし、それでは行きたいと思います。てんてんてんになってるね。あ、ちょっと待ってほしいんだな、ここは通ってほしくないんだな。なぜって僕はゴーレムでこの町の用心棒なんだな。かわいいね、なんだなとかって喋るんだ。ゴーレムが現れた。で、早速ゴーレムにはもうね、肉をあげまくる。燻製肉は1個しかないから、燻製肉、あとは全部魔物の餌かな。燻製肉1つ。あ、テリに懐いた。2 カインギリ2、ギラー2。ちょっとそれあんま効かんかもしれんね。普通に攻撃が良さそうだね。うわ、16、結構痛いね。とりあえず魔物の餌はあるだけ全部使っちゃおう。あ、ちょっと待ってよ、
最初ゴーレム防御してたんだね。ダメージが通る。さあこのちょろちょろ作戦でどれぐらい懐くだろうか。ん、気を貯めてるって。これ会心の一撃が来ない。あ、よかった。ゴーレム押す、押すばっかりだな本当。オスしか仲間にならんだけど、メス2匹ぐらいしかいないな。いや、よかったね。ゴーレムの、あ、ゴレムスちゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん。で、ゴレムスを、このまま連れていきます。どれぐらいなんだろう、ステータス。見てみよう。40、29、15、60、意外と賢いね。野生25か。ちょっと言うこと聞きづらいかもしれんだね。力ため、気合ため、大防御。あ、そんなの覚えてんだね。スラボーが、あー、でもスラボーより攻撃力4高いね。そうだな、スラボーごめん、ゴレムスに変える。スライム系はホイミに頑張ってもらおうかな。ごめんよ、お前強いんだな。でも僕に勝っても町には入れないんだな。この町はゴーレムが見ている幻の町なんだ。だから中に入ることはできないよ。さあお城に戻ろう。はい、ということでね、なんとか倒してきましたね。おう、テリーよ、ゴーレムを倒してまいったか。その小さな体でよく倒したものよ。旅の扉には魔物が100万種類ほどおる。それ言い過ぎ。おう、ちと言い過ぎたか。今後も頼むぞテリー。預かり所や図書館を大いに活用するがよい。それでは忙しいのでわしは失礼する。いそ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 毎回のようにいそいそいなくなっちゃうね。いやー、よかったね。ということでね、ただいまのメンバーこちら。ドラゴンのドラン、ゴーレムのゴレムス、そしてね、ホイミスライムのホイミンとなっております。で、ステータスの方が、ただいまね、このような、感じとなっております。意外とゴレムスの賢さが高いね。ドラゴンの倍あるね。ということで、前回からのレベルがね、1レベルぐらい上がってるかな。ただいまね、このような感じとなっております。ということでね、新しい、そう、メンバーが実は加入しまして、牧場に預けてるのでね、ちょっと先に紹介しましょうかね。今回のメンバー、増えたメンバーは、ちょっと待ってね、こちら後ろから順番に、マドハンド、こちらね、新しくメンバー加入ですね。マドハンドと、ゴーレム、じゃあゴースト、うん、ゴーストが仲間に入りました。それとね、こちら、キリキリバッタのキリちゃん。こちらもね、新しいメンバーとなっております。で、この子も、ピッキーちゃんだね。ピッキーも仲間にしてきて、あと、軍隊槍もいたね、そういえば。軍隊槍。っていうところと、なっております。あ、そうだ、そういえば、ここ、小さなメダルあったな。まだ取ってなかったから、ちょっと取ってきましょうかね。これだね。で、今回やらないといけないことが、多分このメンバーであれば格闘場勝てるんじゃないかな。でもう新しい旅の扉がないから、次は多分格闘場なんだよね。で、格闘場行く前にちょっとこちら、そういえばこの中入ってなかったね。あれ、なんだろうここ。私は魔物の研究をしている天才学者だ。しかも一流のマスターでもある。私は研究中だ。邪魔しないでくれたまえ。こんばんは。今は昼間じゃなかったかの。わしは、先生の助手のおばばじゃ。ヒヒヒヒ。笑ってるね。壺の中身は？おばあさんの入れ歯入れだった。意外でしたね。お釜の中はグツグツと得体の知れないものが煮えたぎっていると。
ちょっと本棚もあるけど一旦ちょっとね上行きましょうかね。で、あの行けるところがまだ下行けないから、星降りのところで配合はまだできない感じだね。ということでこのメンバーでじゃあね早速挑戦してみましょうかね。多分ここで勝ち抜けば新しい旅の扉が追加されるはず。それではね次行ってみましょう。代表になるためにはクラスを勝ち抜かねばならん。クラスを飛び越えて受けることも許されておるぞと。あ、ではどのクラスを受ける？ F クラス10ゴールド。ちょうどギリギリあったね。 F クラスこちらでお願いしましょう。出場で良いかの？ただメンバーがだいぶ強くなったんだよね。いけるんじゃないかな。ご来場の皆さん、格闘場へようこそ。新たな挑戦者が現れました。その名はテリー。皆さん応援をお願いします。では第一試合を開始します。あんかわいい、あれブチスライムじゃない？試合開始。まだ出会ってないね、ブチスライム。わあかわいいね。さあそれでは行ってみましょう。一応ホイミンは命大事にしてるから、まあ、回復サポート役で、あとのメンバー2人がガンガン行こうぜに作戦になってるので、これでお願いしましょうかね。いやだいぶ見やすいよね。格闘場の作戦も見れるし、まあ、個別のねストレッチもちゃんと右の方に表示されてるので。あ、早い。話してる間に終わったね。ブチスライムたちをやっつけた。第一試合挑戦者の勝利です。では続いて第二試合を開始しますと。お、アルミラージと泥人形かな。試合開始。泥人形と、あ、アルミラージだ。それでは行ってみよう。いけるかな。多分このメンバーだったら問題なく。あ、 MP 吸われた今。やだ泥人形やめて。ほんとホイミンの MP 吸わなかっただけよかったけど、あれやられると辛いんだよね。特になんかあの魔法系のモンスターとかだと。いや強いわ、もう余裕だね。第二試合も挑戦者の勝利ですと。では続いて第三試合を開始しましょう。井戸の底の怪しい博士の登場です。あ、さっき話した人じゃない？モンスター持ってんだ。あ、かわいい。私の井戸の底で秘密の研究をしておると、しかも超一流のモンスターマスターなのだ。さあかかってきなさい。ちょうどさっき話してたね。なんだろうなモンスター。アニマルゾンビと大ガラスかな。スカルガルかな。お、火の息ありましたね。名前が早すぎてちょっと読めないな。デスフラッタ、スカルガルーラでも勝てそうだね。ホイミンがやられなければと思ったけど、あ、大丈夫だ、いけるぞ。あ、ホイミンナイス回復。もうちょっとホイミンもね HP があればあの非常に心強いんだけど。あ、ナイスホイミン、いいよホイミン。あとのメンバー2人はね結構脳筋プレイだからの普通にいけそうだよね。大丈夫でしたね、おめでとう。新たな勇者の誕生だと。これで F クラス終わりですね。 F ランク、マスターテリーにどうぞ温かい拍手を。パチ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 。ようやった、 F クラスを勝ち抜きじゃぞと。思い出と戸惑いの部屋を王様が開けてくれたぞいと。より強い魔物のおる旅の扉が待っとるぞと。いや、よかったね、来ましたね。で、慕っていけるようになってるのかな。あ、いける。どれどれ。あ、ってことはもしかしてこれ星降りのあそこに行けるようになってんじゃない。そうだよ、一番下から来たもんね。
使えるのかな。こっちから来たんだけど、おじいちゃんがいて、確かね、お願いできるんだよね。おお、久しぶりじゃの、覚えておるか、わしのこと。お主が大樹に来た時、城に連れて行ったじじいじゃ。人はわしのことをモンスターじいさんと呼ぶの。ここは星売りの祠、配合の不可の場所。配合は魔物と魔物を結婚させることなんじゃと。結婚させると卵が生まれてくるぞい。不可というのはその卵を魔物に変えることじゃな。今日は何の用かの。ただちょっとまだ配合はね、慎重に考えましょうかね。ちょっと一応行けるようになってるようなんで、楽しみだね。あれ、このところに。どこ行くところ。ここ行くんだ。ぴょん。あ、ショートカットだね、これ。あれと思ったら。いや、ほんと配合は慎重に選ばんといかんよ。はい、ということでね、今回もね、ここで終わりにしたいと思いますのでね、続きは次回の動画でお会いしましょう。最後までね、動画のご視聴ありがとうございました。それではまた次回。ゆずき、しろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は、下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。